ミキサセトラの模式図ミキサセトラは溶媒抽出を行いながら二液に非重分離する装置である。二液を混合するミキサと重力により二液を分離するセトラで構成される。精密に分離する必要がある場合には多段にして用いられる。ミキサには攪拌装置が据え付けてあり、元の溶液と注目する溶質を抽出するための溶媒がここで混合される。 溶液と溶媒をモーターなどで駆動される核反装置で混合することにより、混合液はエマルション状になる。核反装置はエマルション状になった混合液をセトラに組み上げる役割も果たす。ミキサは複数の混合層を備える場合があり、一般的な研究必要をミキサセトラでは一層で、あるが銅の精錬など、 工業的規模のミキサセトラでは酸素を備えるものもある。混合層を複数用意することにより反応時間が長く取れるため、ご工程に流れ出る未反応物を少なくすることができる。セトラでは、形質症と重質症の二症を性的なデカンテーションにより分離する。セトラは重力により二症を分離するため緩やかな流れとなるように作られている。また、 セトラには凝集板が取り付けられており、エマルション状の混合液を、形質症と重質症に分離するのを助けるようになっている。形質症は、セトラをオーバーフローさせて高段に送られ、重質症は、下部の席から取り出される。各層の比重に合わせて、席の高さを調整することで2章をうまく、分離することができる。向かい流多段抽出用のミキサセトラ工業用。 ミキサセトラは、銅、ニッケル、ウラン、ランタノイドやコバルトの湿式精錬に広く利用されている。無回流多段抽出法では、複数台のミキサセトラを、混合層と沈殿層が交互になるように配置する。これにより、境内の対流時間が長くなり、比重による分離が容易になる。設置面積は大きくなるが高さ方向はそれほど必要なく、 維持管理も混合用モータの交換用費を遠隔監視する程度で良い。多段抽出法では複数台のミキサセトラで以下の核操作を分担して行う。賠償された同性鉱の場合、気流酸を用いた体積浸出法により気薄硫酸銅溶液が得られる。この溶液をミキサセトラに送り、ケロシンを溶媒とした有機症と混合すると、硫酸銅は 有機症に抽出される。水槽は寝室層に戻されて、銅の寝室に再利用される。地理の銅鉱酸など塩化物濃度が高い環境では、有機症を水で洗浄して不純物を除去する。有機症に硫酸を加え、銅を有機症から水槽に抽出すると、電解精錬に適した硫酸酸性硫酸銅溶液が得られる。ありがとうございます。